龍太郎さん、ちょっとね、ネタ合わせしていけば、茨城広告大賞っていうのが今開催されてまして、茨城の魅力をね、伝えるために茨城ここすごいんだぞっていう PR 動画を募集してるんですよ今。なるほど。はい。でそこのサイトに行ってもらうとですね、募集テーマがね何個かあって、それに沿って募集をね、15秒以上の募集動画を上げると、最優秀賞の方にはね50万円。わあ欲しい。賞金50万円がね。欲しい。で優秀作品には茨城特産品がね、2名様に当たる、またもらえるということで。まあ50万の方が嬉しいけど。50万の方が嬉しいんでね。50万狙って僕らもこの間さっきね動画撮りました。ああそうですよ。はい。ちなみにこういう動画です。はい、僕の自宅にハガキでですね、茨城の方に人間犬が出るっていう噂があるので、これ調査しに来てみたいと思います。はい、この辺だっていうことなんですけども、ちょっとどの辺いるかな、ちょっと、どの辺いるかな、あれ？あ、なんかいるよ、あれ。あれじゃない？ちょ、あれだ、あれだ、ちょっと待って。すいません、茨城県の人間犬がいるって言うんですけど、人間犬の方ですかね。あーすげー、ええ、ちょ、大丈夫、触っても、あ、お手、あー、お手が高い、すごい、何これ、何年ぐらいやってるんですか。20年ぐらい、喋るんだこれ。あ、やっぱすごい。あれ何ですかこの楽器は。これピアニカです。あるんだけども、な、ああ何弾けるんですか。見る。うん、どういう風にやるんですか。はい、あ、普通になるんですね。あそこから入れて、犬だ。はい。わあすごい。お兄さんすごいですね。わあこんなもんよ。うわあさすが茨城県人。茨城なめんなよ。はい、ということで茨城出身の龍太郎さんがね、人間犬として動画を撮ってこれ投稿しましたんで、龍太郎さんいかがですか。龍太郎さんじゃないのね、犬だもんね。犬としての名前はあるの。首を横に振る、もう振れるんだね。他に曲弾けんの。ちょっとなんか弾いてもらっていいですか。別に逆さの状態じゃないけど。何ですか今の曲。みんな茨城のね活性化のために動画投稿してみてください。さよなら茨城のまんまの